はい、今日は、ベストバイクのトリックの一つ、初めてこれは YouTube でしますかね、バースピンのやり方をちょっとレクチャーしたいと思います。まあ、ピストバイクね、昔は皆さんノーブレーキで乗ってたんですけども、今はもう最近ね、ブレーキをつけないとね、捕まっちゃうんで、まあ、バースピンがなかなかブレーキあるとできないんですね、できないんで、まあね、どっか公園とか、まあ、スケートパークとか行った時に撮ってもらって、バースピンをするようにしてもらったらいいと思います。一応 YouTube 上ね、ノーブレーキで乗ってる人も多いと思いますが、YouTube 上ではそうやって言わせてもらいます。で、まあ、バースピン。はい、バースピン。そのままですね、バーを回転させます。で、リーダー、僕はちょっとトリック仕様のフォークプラス26インチフロント入ってるんで当たらず回るんですけど、リーダーとかの純正のフォークとかだと、回んないやつもあります。まあ、フォーク変えたりとかタイヤをちょっとちっちゃくすることで、あのバースピンできるようにはなるんで、そこら辺のカスタムとかに関してはご相談ください。で、まあ、バースピン結構見た目も派手なんで覚えてて損はないと思うんですけども、右の人ですね、僕もそうなんですけども、これ後ろから撮ってもらった方がいいかな。ここら辺から撮って、右の人基本こっち回しですね、こっち回しなんですけど、まあ別に反対の方がやりやすかったら反対でもいいんですけど、回ってくるこの左のこっちですね、右手で回すんですけど、両手で持って回したこの左の方のハンドルですね、こっちを左手で迎えに行きます。左手で迎えに行きます。一番バースピンのハンドルをパチパチできる方法です。回ってくる左の方の手を持つところを、これ左手でキャッチしないとあたふたしちゃうんで、ああってなっちゃう。きっちりと回ってくるところを左手でキャッチします。で、こんな感じでフロントを浮かしてこうやって練習するのは結構いいと思います。こうやって、ね、じゃあ早速実践してみましょう。これができるのの 大前提で、フロントアップは絶対できないとこれできないんで、よいしょ、スタンディングして、スタンディングしてフロントアップ、その間にハンドルを回します。スタンディングしてフロントアップ回す。ちょっと今の早かったんで、もう一回ちょっとやりますね。スタンディングするフロントアップを、こんな感じですね。もう早くできるようになってきたら、こんな感じで2回回したりとか、まあ、しっかり大事なのはちゃんと、よいしょ、ちゃんとフロントアップの時にちゃんと体重を乗っけてる、後ろに乗っけてることと、回してちゃんとキャッチすること。キャッチミスっちゃうと突き指とかして怪我しちゃうんで、ちゃんとスタンディングしてフロントアップして回す。これができたらね、まあ、信号待ちとかでもちょっとかっこいいトリックの一つになるんで、まあ、ちょっとね、トリックこれから始めたいとか、ちょっとやってみたいって人は、まあ、場所によってブレーキ外してね、こういうバースピンチャレンジしてみてはいかがでしょうか。